いかがお過ごしでしょうか。小島でございます。さて、今回はですね、思い出の一曲ということでですね、まあ誰しもね、思い入れのあるね、曲、またね、歌はね、一曲や二曲ね、持ってるんじゃないでしょうかね。はい。でね、そういう曲をですね、ちょっとね、ご紹介したいなと思いまして、はい。でね、今思い当たるだけでね、僕は 4,5 曲あるかな、そんなないかな、 3,4 曲かな、あるんでね、まあ今後もね、また機会を見てですね、ご紹介できたらなと思います。それで、今回はですね、まあ9月11日ね、まあアメリカ同時多発テロがね、起きた日でございますね。2001年ですよね。もう何年前ですかね。はい。ね、もうだいぶ経ちますよね。まあそれに、ちょっとね関係したというか、そのねアメリカ同時多発テロを受けて、作った、曲があるんです。それがね、テロリストの歌という歌なんですけども。まずね、僕当時ね、まあアルバイトしてたんですよ、ファミレスでね。で深夜のでやってたんですよね。で深夜そのアルバイトしてて休憩中かなにまあメール見たらですね、まあ友達からですね、アメリカがやばいことになってるよっていうね、メールが来まして、何のこっちゃとこっちは仕事中だぞとね、何のこっちゃと思いましてですね。でまあ当時ね、そんな YouTube とかね、ワンセグなんてのもなかったのかな。でね、まあ確認しようがないなと思って、まあ気になるんでね、今すぐねなんか確認したいなと思ってね、テレビかなんかでと思ったらですね、まあ僕のね、その当時のね悪い先輩がですね、その店には防犯用のね、まあテレビがあるんですよ。もうモニターとしてね、防犯カメラ用のそのモニターとしてテレビがあるんですよね。そこにですね、どっから持ってきたのか分かりませんけども、アンテナをですね、持ってきまして、まあテレビにくっつけてね、でまあテレビが見れるようになったんですよ。でね、そこでねテレビをつけてみたら、ちょうどですね、ビルにね、まあ旅客機がね突っ込むところだったんですけども、まあ本当にね、ショックでね、それ見た時は、本当にね、現実のものとは思えなかったんですけども、本当にねショックでした。それでね、まあそういうなんかね、モヤモヤっとしたね、感じを抱えながらですね、まあどっかでね、まあ当時からね、もう音楽はやってましたので、なんかね、歌にしたいなという気持ちはあったんですよ。で、ずっとそのね、モヤモヤを抱えながらですね、もうほんとすぐできなくてね、まあだいぶ後になってから、このテロリストの歌っていうね、この歌をですね、できたんですけども、そのできたきっかけっていうのが、ですね、新聞をですね、まあ普段見ないんですけどもね、本当見るとしたもね、一面の大きい文字とかね、あと番組表とかね、テレビ番組表とかね、あとまあ4コマ漫画ぐらいですかねはい、新聞見てもですね。でね、当時ね、まあ一人暮らししてたんで、まあ新聞は取ってなかったんですよ。でね、なんだろう、実家に帰ったのかな、で実家に帰ったら、まあ実家では新聞取ったんで、で実家に帰って
って新聞をねたまたままあ見てたんですよ、ね、で中開いてね見たんですよ。でそこにですね、テロリストの歌というタイトルでですね何か詩が書いてあったんですよね。で全くその詩の内容とか全然覚えてないんですけども、そのねテロリストの歌っていうねタイトルを見た時にですね、まあこのね、メロディーがね頭の中に流れたんですよね。よく降ってくるっていうね表現をね使いますけども、僕ねあんまりねそのね表現ね、好きじゃないんですよ。なんか他人事でねなんかねなんか嫌なんですよね、はい、もう自分から出てくるものっていう感じでね、そうやって歌とかにね作品とかですかねそういうものには自分でね責任を持ちたいのでね、なんかね降ってくるなんて言ったらねなんかねなんか他人の力みたいな感じがしませんね。うん、でまあその新聞のね「テロリストの歌」っていうタイトルを見た時にですね頭の中にそのメロディーがね浮かんでですね、でなんかねそれまではね応援歌的なものを、まあ考えてはいたんですけども、そのね「テロリストの歌」っていうそのタイトルを見た時にですねそのあちら側テロリスト側に立ってみて、ちょっとね詩を書いてみたらどうかなって思って、できたんですよ。でねまあ実際そのテロリスト側ね、向こう側ねあちらさん側にね、立って書いた詩なんですけども、誤解されたくないのがですね別にテロリストを擁護してるわけでもなく、褒めたたえてるわけでもないです。はい、これだけは誤解なきをお願いしますね。本当にテロリストね、ダメ絶対ですからね。はい。で、まあ書いては見たんですけども、別に何も解決にはなってないんですよね。うん。ただ、向こうあちら側に立ってでまあ物事を考えてはみたんですけども、まあただ混乱ですかね。まあわからないんですよね実際ね、そのあちら側の考えっていうのはね。はい、というのもですね、まあ、歌詞の方にはねまあ現れてるのかなって思います。はいね、ただねもう一度言いますけども、誤解なきをね、決してねテロリストをね擁護したりとかね称賛したりだとかそういう歌ではございませんのでね、もうそう捉えられる方もいるかもしれませんけどもね、そこだけはちょっと誤解なきをお願いいたしますね。テロダメ絶対ですからね。はい、それでは、テロリストの歌、オリジナルでございます、お聴きください。神がを与えください。
が心が手に汗握られた銃が鳴る。はい、いかがだったでしょうかね、テロリストの歌でございました。まあね、この日にですね、まあテロリストなんていうね、言葉はねあんまよろしくないんじゃないかなってね、思うんですけどもね、変なって言っちゃダメだけどね、なんかね大きなね、組織にね、なんか目つけられたりとかしないかなとかね、思っちゃうんですけどもはい、まあ、本当に、誤解なきようね、お願いいたしますね。はい。それでは、今日は、これにて終わりにしましょう。はい。それでは、ご視聴ありがとうございました。ね。また次の動画で、お会いいたしましょう。それでは、別れ。